とか地球から逃げ延びたベジータは惑星フリーザに到着し、体力を回復させナメック星に向かおうとしていた。フリーザ様はどこに行かれたんだ？お前が発見したドラゴンボールを探しにナメック星に向かわれたぞ。あの野郎、そうはさせん。あれは俺のもんだ。素直に渡せばいいものを。死ね。やめろ。バカ野郎、逃げるんだ。早く。このボールは命がけで守ります。しかしベジータはフリーザのボールを奪い、残りのボールを持ったクリリンを発見する。何から何まで、この俺に運が向いてきやがったぞ。ベジータ、とうとう見つけたぞ。果たしてベジータは全てのドラゴンボールを手に入れることができるのであろうか。ベジータ快進撃。ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。そっちのドラゴンボールを持っているチビにも見覚えがある。そうか、貴様らつるんでいたのか。まさか。しかしそんなことはどうでもいい。貴様を半殺しにしてボールの場所を喋ってもらうぞ。やってみろよ。バカなやつ。油断したな。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力を高めることができる。いくら貴様が戦闘力を上げたとしても変身した私に勝てるわけがない。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。待っていましたい。行こう。ボート。ジース。スルト。ギニュー。
では邪魔者の始末お願いしましたよ。義務特戦隊、もう来やがったか。さあベジータちゃん、たっぷりと可愛がってあげるからね。義務特戦隊行こう。そろそろ始めようぜ。お命ちょうだい。